小より虫目は、ハサミカクアモン、クモ型砂に所属する節足動物の分類群の一つ、小リム虫と総称される微小な土壌生物である。同じくクモ型類である、サソリモドキに似通う外見を持ち、英名もマイケロウィップスコーピオンと呼ばれていたが、サソリモドキとは、系統的に近縁ではない。小リム虫の構造 A、全体、覆面 B、全身、背面 D、 ハサミ角 AC、セーターアイタ I、ハサミ角2、食質リー6、不足ごく小型の動物であり、最大の種でも3ミリメートルを超えない。体は細長く、無知のような細長い微節を持つ点ではサソリもどきに似ているが、他の特徴は大きく異なる。全体は、先節と第一から六体節を含んでおり、目はない。背面の背光は3枚の、 ペルティディアムという外骨格に細分されており、前端から第2脚までを覆う、プリペルティディアムと第3.4脚にあたる、第5.6大節のそれぞれの背面で、メセペルティディアムとメタペルティディアムがある。覆面では4枚の腹板があり、それぞれ後期から第1、2、3余脚の間に配置される。蜘蛛類の中では、前体の大折がべて融合して区別がつかないのが、 普通で、このように前、体が部分的に分節したクモガ型類は、本群の他に、ヤイトムシと日よけ虫などしかない。他のクモガ型類と同様、前体にはハサミ角、フレシ、及び4体の足という計6体の付属詞がある。ハサミ角は、典型的な3節で、先端2節はハサミを構成する。フレシは、形態が、不足らしいだけでなく、 役割も他の雲型類の感覚や捕食用とは異なり、歩行に使う。第一脚は細長く、感覚器となり、残り三体の不足は、フレシと共に歩行に用いられる。口はハサミ角とフレシの間にあり、上唇と下唇に覆われる。縦長い楕円形の後体は11節からなり、ほとんどが上下で背板と腹板に覆われ、前体につながる部分はやや狭くなる。 生殖口はあと体第二節に開き、第四から六節の覆面は、ベントロルサクスと呼ばれる体になった突起物を持ち、これは付属子由来の器官であると考えられる。末端の三節は、小さな環状節となり、その先は、無知状の微節が伸びる。微節は十四から十五節に分かれ、長い剛毛が生えている。雲型類にしては、例外的に、諸肺や、 気官などの呼吸器官を書き、体表を通じてガス交換を行う。多くは土壌中に住み、湿ったところに生息する。ホラー穴から発見されるものもある。動きは素早く、生態について詳しいことは分かっていない。肉食性と思われるが、エウコエネニアスピーディーは卵巣を接触することが見られる。繁殖行動は不明で、一回に少数体型に対して、 大型の卵を産むことしか知られていない。世界各地に分布が知られ、マダガスカルには種数が多いことが分かっている。日本ではかつて、小笠原諸島において不完全な標本が採集されているのみである。小より虫類はクモガタ類の多くの祖先形質を持つと思われる。かつては最も原始的な雲蛛型類と考えられたが、確実の系統的位置は未だに不明である。 化石種を含め2003年まででは2か79種の小より虫類が知られる。ありがとうございます。